血が伸びたり縮んだりの巻。用事って何ですか先輩。私部活の練習があるんですけど。この間のことだったら私気にしてません。いきなりだったからちょっとびっくりしちゃった。あ、もしかしてこんなところに呼び出して。キャー、やだ、私たちまだ高校生だし。でも私、うん、危うく死ぬところだった。なあ鉄子、ちょっと何よこのゲーム。よし次だ次だ。ふにゃーやーど、江戸屋子猫です。にゃんちて、フルーツパフェでもおごってくれるの。にゃんちて、よっしゃー勝負。このゲーム、ちょっと教育的に問題あるわね。バカツラ、何が教育だ、このマンゲリオン。次だ次。なんでしょうか。こんなところ、お父様に知られたら大変なんです。お父様だって、お上品。鉄子、あんたとは大違いね。何よ、私だって。シャラッ。よし、このタイプには、これだ。なんてことを。いきなり唾を吐きかけるなんて。それに、私がなぜあなたの靴を舐めなくてはいけないのですか。お父様。母ちゃん、また振られた。何なのこのゲームは。リクショ、今度こそ落としてやる。ダメよミルク、もうこのゲームは禁止。赤つら、このまま引き下がれっていうのか。ちょっと貸しなさい、このゲームは PTA に出す。あんたの言いなりにはならないの。もうそんなことより鉄子、腹減った、お餅焼いてよ。ミルク、あんたここんとこずっと食事はゲームしながらお餅じゃない。体に毒よ。赤面、現代一個の栄養はビタミン剤とカルシウムとプロテインで十分なのよ。もう、人がせっかく心配してあげてんのに。そりゃそりゃどうもありがとう。さあ、お餅を焼いた焼いた。ミルクのバカ、病気になっても知らないから。あと一個で一面完成なのにどうしてもできないだす。まずいだす、このままでは大統領がバカだと思われてしまうだす。あー、嫌だす、そんなの嫌だす。またバラバラになってしまっただす。ミルクさん、
開けなさい。いるのは分かってるんですよ。やべー、親だ。泥棒、人手なし、金払え。今日の親は一味違うわよ。相変わらずうるせえな。今ゲームがいいところなのに。どうするのよミルク。しょうがないから払いましょうか。バカツラ。若者がいちいち家賃なんて払うもんじゃないのよ。どういう意味よ。開けなさい。今日こそ払ってもらいますからね。おー、どいつもこいつも金金金金言いやがって。見てろ。開けなさい。開けないとドア蹴破るわよ。こら松浦加藤。ありゃ、俺は金八だが、南場所とか、お前は。え、金八さん。俺を金八さんと呼ぶのは誰だ。マッチか、よっちゃんか、光一平か。うそ、ここにはミルクさんが住んでるはずですけど。そんな可愛い子はここには住んでおらん。うそや、うそや。金八先生を嘘つき呼ばわりするのは誰だ。さては親だな。いえ、違います。私は親じゃありません。戦車が怖くて赤い狐が食えるか。ごめんなさい。いつの間にか金八先生が住んでる。助けて。ふう、親が元腐ったみかんで助かった。ピュー。このカマヌンチャクで勝負ですわ。お、いかんいかん、ゲームだゲーム。私は今ゲームの最中なのだ。ミルク、もうすぐお餅が焼けるわよ。うるさい、それまで一勝負だ。おあんたにそのゲームは無理よ。うん、うるせえ。そんなことはいいから早く持ちよこせ。さあ、召し上がれ。うーす。あーん、爆風。な、何すんのよ。人がせっかく焼いたのに。赤っ面。こんな伸びない餅は餅じゃない。え、いいか鉄子、餅っていうのはな、ビニョーンと伸びるからうまいんじゃないの。わかった鉄子。そりゃまあそうだけど、我慢しなさい。最近の餅は伸びないのよ。いやじゃあ、本館は本物の餅が食いたいであります。昔の餅は良かったな。うるさいわね。本館って誰よ。あー、そうだ鉄子。何よ。伸びるお餅を作るメカを作ってもらおうよ。ほら、あんたを作ったところに。え、王様のアイデア研究所。そうそう、それそれ。そりゃまあ、餅つき機ぐらいは作れるでしょうけど。よし、それじゃあ全は急げ、出発だ。餅。もう、ミルクったら。ビュー。ありゃ、ありゃりゃ。やったやったやっただす。ついに一面揃えただす。大統領はバカじゃなかっただす。万歳万歳。 みんな大統領を褒めてくれるかな。いいとも、イエーイ。一人いいとも完成。よし、こうなったら二面まで完成させて、もっとみんなに褒めてもらうんだす。よし。ん、ありゃりゃ、隣の面を揃えようとしたら揃ってる面がバラバラになってしまっただぜ。大統領はどうすればいいですか。ビデオエッセイ、キノコバター炒め、舞茸あき子。あなたにとって私はどんな存在。友達以上恋人未満、里親以上生みの親未満、育よ以上来るよ未満、それともカツラ以上職毛未満。いいえ、カツノリ以上カズシゲ未満。ううん、本当は何だっていいの。
私の心は白いキャンバス、あなたの心は水彩絵の具。私はあなた色にどんな風にも染まれるの。芸術は爆発よ。グラスの底に顔があってもいいんじゃないの。テレビの国からこんにちは。私が王様のアイデア研究所長、アイパッチ博士です。何か用ですかな、ミルクちゃん。あのね、ミルクね、餅つき機が欲しいの。は？餅つき機？うん、本物のお餅がつける餅つき機が欲しいの。この研究所の中に私を作ったパパがいるのね。ロマンチックそれならお休み御用ですよ、ミルクちゃん。我が研究所が誇る最新式の優れものメカがありますよ。本当？やったー。それじゃあ餅つきロボプロモーションクリップスタート。優れものメカナンバー003。我が国が誇る王様のアイデア研究所が開発したハイパー餅つきロボペッタン1号は、伸びない餅は餅じゃない、膨らまない餅は餅じゃない、ついてついてつきまくれを合言葉に、我々署員一同一丸となって、膨らむお餅、伸びるお餅こそ人類の宝。それでは皆さん、さよなら。どうですか、ミルクちゃん、すごいでしょう。ところで徹子。なぜ、どうしてこの人が私を呼び捨てにするの。もしかしてこの人がお前をスクラップにしないのは鉄にすらもう価値がないからなんだよ、この工業廃棄物め。この人がパパじゃありませんよね。ではミルクちゃん、おいしいお餅を食べてください。さよなら、さよなら、さよなら。なんて所詮血の詰まった袋に過ぎないんですよ。はいそ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 。ちょっとミルク、なんで私がこんなことしなくちゃいけないわけ。頑張れテツコ、すべてうまい餅のためだ。ああ、今度は何やってんだあいつらは。うるさくて眠れやしない。ちょっとあなた、なんとか言ったらどうなの。バカ、そんな恐ろしいことできますか。けない。昔から君子危なきに近寄らずと言うだろ。危なきじゃなくて危うきでしょ、バーカ。そんなことよりヘレン、やめて。な、何するんだ。ごめんなさい、だってあなたの息臭いんだもん。今なんて言った。何も言ってませんよ。なあヘレン。パパ、ママ、ドスンドスンうるさくて眠れないよ。アリオ、こっちへいらっしゃい。今日は一緒に寝ましょうね。お前、最近冷たくない。そんなことないわよね、アリオ。まさか、浮気してるんじゃないだろうな。よしよしよし。おい、ヘレン、どうして答えない。ああ、お前やっぱり。子供の前で変なこと言わないでよ。ママ、浮気って何？ほら見なさい、何興奮してるのよ、バカみたい。くぅぅ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 。ちょっとタイム、少しはミルクも手伝ってよ。あいててて、突然の腹痛だ、死ぬ。
吐いてて鉄子あとは頼んだぞ。トピュー下病よ下病ミルク。うまい餅が出来上がるまで一眠りするとすっか。ありゃもう朝だ。ミルク、うん、ミルクやっとできたわよ。今までずっと餅ついてたの鉄子。そうよ、だってあのバカロボット全然やめようとしないんだから。私がロボットじゃなけりゃ死んでるところよ。でかした鉄子で、お餅は？はい、これよ。そんなにちっちゃいの？一晩中ついてたらこんなになっちゃったのよ。でもきっとすごくコシがあって美味しいわよ。よし鉄子待ってろ、今七輪持ってくるから。徹夜でやっても揃わないです。大統領はバカじゃないです。やっぱお餅は炭火焼きよね。そうよね。あ、膨れてきた膨れてきた。何せ一晩中ついたお餅なんだからきっとよく膨らむわよ。おい鉄子どんどん膨らむぞ。おお、いやーすごい、世界新記録よ。赤面、いくらなんでも膨らみすぎだ。浮いたわよ浮いた、風船おじさんよ。このままでは大切なお餅が、あんた逃がさへんで。鼻毛いけ。よしナイスキャッチ鼻毛。ありゃ鼻毛も一緒に飛んでいっちゃう。鼻毛お餅。あ、電話だ。もしもし、年中夢中ですけど、なんつってな。渡すだす。あー、大統領？そうだす、確かに渡すが大統領だす。私があげたリュービックキューブはできた？聞く、できただす。あら、そう、何面？一面だす。一面？ちなみにガッツさんは3面までできたのよ。ガッツさんが3面？ねえねえ大統領、本当に一面できたの？できただす。大統領は嘘つきじゃないだす。なんならミルクちゃん、今から店に行ってもいいだすよ。いいわよ、信じます。ところで大統領、指令でしょ？そうだす、指令だす。ルービックキューブの話はいいんだす。はいはい、で、なに？はい、先ほど山奥の村で赤ちゃんがトンビに連れ去られてしまったんだす。赤ちゃんがトンビに？はあ、一休みするずら。赤ちゃんが消えたずら。はあ、トンビがさらってった。待ってけろ。素敵。このままでは赤ちゃんがトンビの餌になってしまいます。ミルクちゃん、行って何とかしてください。 PS、 赤ちゃんのお父さんからお米のお礼ももらえるんですよ。米ラジャー了解。鉄子指令だ、出動だ。でもミルク、鼻毛が赤面。米がもらえるかどうかの緊急事態だ。こんな時に役に立たない野郎は見捨てちまえ。おにぃ、ピュ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 。おいおい、なんだよあれ。赤ん坊がトンビの餌になってるよ。あ、突然失礼、私鼻毛の心の声です。すげえもんに出くわしちゃったよ。
どうすっかな。本来なら触らぬ神にたたりなしってのが俺の主義なんだけどさ、あの赤ん坊を救えばポリスから金一封ぐらい出るんじゃねえか。女房も金がないってうるせえし、ここは一丁頑張ったるか。ピッドピュおいてつこ、本当にゾンビはこんなところにいるのか。徹子スペシャルインターネットによると、この辺に目撃情報が集中してるのよ。またデマなんじゃないの、このポンコツロボ。何よこの犬コロ、あんたは黙って地べたの匂いでも嗅いでなさい。サナバビッチだわ。おー、いいぞ二人とも、やれやれ、ノールールでやったれ。バコバコバコビビ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 チーン。の様子がおかしいぞ。何か見つけたか。こっちだわ、こっちだわ。ワンダフル。ありゃあれは鼻毛だ。なぜお前こんなところに。ピャピャ。ん、何、上に何かあるの。あー、赤ちゃんが街灯に吊り下がってる。ケツコ行け、助けろ。大変、どうしましょう。こうしてミルクちゃんたちは見事に赤ちゃんを救出することができたんだすよ。やっと助けたわ。赤ちゃん、もう大丈夫でちゅよ。その赤ちゃんがトンビにさらわれた赤ちゃん。きっとそうよ。ほら見て、この頭、この爪痕が証拠よ。あ、そう。でもどうしてここに鼻毛がいたんだろう。いやー、ま、とにかくこれでお礼のお米ももらえるし。ビャー。お、鼻毛、お前は今回働かなかったから分け前はなしだからな。ビャッ。いやー、とにかく任務完了、寿司でも食い行っか。ミルクちゃん行ってくるんだす。タッ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 、今日も元気に土管を決めたら、ようらん背負ってリーゼント。タッ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 、ハッケロクロ、タッタッハッケロクロ、ソリも入れたし弁当も持っただす。繋いで駅まで幸せ。ダス駅に着いたら、トッポイ兄ちゃんとガンのくれ合い、飛ばし合い。タイマン春出す、赤でぶどうし出す。このお腹に突然できたのは高見京子の人面相。困った徹子が相談に行ったのが織田武道。しかしそれがあの忌まわしい事件の始まりだった。その時ミルクの鼻時計が午前3時を指していた。次回、おースーパーミルクちゃん、ミルクのタワリングホームレスの巻、お楽しみに。